それではここからは鉄火の暮らしで3階坂月が大分から農家で大分の地域の参加地域とブラジル人学校の参加の学生の皆さんによる参加のパレードです。それでは参加隊の皆さんよろしくお願いします。
ほどご紹介もありました、滋賀の、ブラジル人学校サンタナ学園の子どもたちと一緒に、神戸、大阪、それから京都、近畿で 活動している3人さんみんなで今日は、このサンバさんを盛り上げに参りました、まずは大阪キスペンタドールさん、それから、神戸からはフェジョンプレットさん、それからアクアデーラさん、そして、滋賀、近江サンバパーカッションワークショップの皆さん、総勢70名でお届けしたいと思います、ではどうぞスタンドにいる皆さん、ちょっとここから見えないけど、そちらも、後でですね、あの大きな掛け声をかけたりしますので、どうぞ楽しんでください。ダンサーたちが前へ、ずっとパレードしていきます。どうぞ一緒に盛り上がってくださいね。では今日の試合も